さあ、パッタウン TV 始まりました。本日はですね、鹿児島県鹿屋市に来ております。はい、そして今週のゲストもこちら。どうもふっくんです。よろしくお願いします。いやいやいや、のどかなとこですね。ちょっと心配でしょ、正直。正直見てください、この景色。ここでオープニングってちょっと皆さん心配になってるんじゃないですか。不安です。全然街じゃないですもんね。何もないちゃんとご用意いたしました。お、今日はですね、珍しいちょっとホテルに行きたいと思います。ホテルですか？なかなかないですよ、なかなかないですよね。オープニングでこういうとこセッティングしてくれることは、うん、ですよね。さあ、見えてまいりました。はいはい、こちらでございます。え、どうですか？あれいや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 、ライラックさん、はい、どっから突っ込んでいいのやらって感じですけど、ここがなんとですね、はい、いろんな動物がいてですね、それと触れ合える、はい、ウサギ？え、なにあれ？ウサギ？ウサギ？ウサギ？どこウサギ？ウサギはほら、あ、ウサギだ。ウサギが野生じゃないですよね。ほら、ヤギさんです。ヤギ、はい、どうも。かっこいい。ヤギ警戒してますよ。めっちゃ警戒されます。めっちゃ警戒してます。ヤク、ヤギだから。ヤギだから。ヤギだから。もうヤとボがつけば、はいはい、なるほど。お色で言うとほら、はい、青色の、はいはい、青色ヤク、青色ヤク、ヤク黄色で、黄色で、あれ、今日モックンじゃん。モックンです。赤、モックンから。広い敷地の中で次々に現れる動物たち。ところでここホテルなんですよね。あった。あったでしょ。オープンって書いてある。本当だ。え、あれフロントなんですか？フロントです。なんか海の家みたいですけど。うん、じゃあ、お邪魔します。あ、おしゃれな、やっぱり。おしゃれ。オーナーさんですか？あの息子になります。あ、似合い。で、オーナーは僕の方で、はい、バーベキューを作ってます。え、バーベキュー？バーベキューやってるの？はい、あの皆さんのためになんか今、はい、え、今やってるの？ありがとうございます。やってますよ。炊いてるところです。マジで？ ありがとうございます。今日のなんかスイスさんとかだもうホテル部屋っていうのはどこにある？部屋はですね、あのこの裏の方に、はい、あのコテージ、あ、コテージ、あ、いいですね。はい、そうなんです。離れで、あ、そうですそうです。はい。で、こっちはあのご飯食べるところと、うん、あのフロントっていう形になります。フロントパスはゼロですね。ゼロですね。なんかドラムの置きだったんですよ。これフロントなんですか？これ生番やったりとかして。あ、はい、たまに。DJ ブースみたいなものありますか？ここ夜盛り上がるじゃん。いや、いいですよね。食事しながら生バンドがあって、うん、ね、で、なんか犬とかヤギとかいっぱいいるじゃないですか。はいはい、あれはなんか触れ合えるように、はい、オーナーがですね、はい、あのまあ、動物が好きで、はい、で、ウサギを飼い始めたりしてですね。ウサギ来ました、黒いウサギ。そうです、そうです。あれ飼ってるやつ？そうですね。ノンストじゃないんですか？話し合いです。半分話し合いです。そんなオーナーがバーベキューを準備しているという広場へ。いるあ、いた。ニワトリ、ニワトリ混ざってて分かんなかったです。ニワトリもすごいな。あ、どうぞ。ちょっとぜひ行ってください。いや、素敵なところです。どうも。信じられないです。テレビの中のね、ラスターがもう、どうこういったところに来ていただきまして、どうも、薬丸ひろひです。違うじゃないですか。またなぜこんなあの、のどかのところにホテルを作ろうなんていう、うん、あ、そうですね、これは全部あの私の息子がコンサルティング会社におりまして、はい、こういったあの、まあ、なんていうかな、あのこういった場所で、果たして国際ホテルとか、はい、あ、スポーツ少年団 の、 あの合宿所とか、うん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 、そういったものができるものかどうかということで、うん、実験をしようということになって、私はあの彼の言ったままに動いてるだけだった。そうなんだ。ここでオーナーが用意してくれたバーベキューを楽しみますよ。いいですか？二刀流で。皆さん、大学のバーベキューはフルーにしてあ、ごめんなさい、すいませんね。これが焼きをすると美味しい。あ、なるほど。ロースが美味しいね、うん、あの黒豚 の、うん、あのロースなんですね。ロースこれを食べた方は他の肉は食べられないっていう。黒豚のロースがいい感じで炭火焼きされていますよ。はい、皆さんお待たせしました。ありがとうございます。すごい。じゃあロースから、ロースからいただきます。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 
場の黒豚。精肉店の。でしょ。うまい。うまい。でしょ。絶対正真正銘お客様がそう言う。あ、やわらかい。またこの炭火で焼いてもまたうまい。香ばしい感じが。ふっくんも絶賛する鹿児島の黒豚を堪能できたところで、そろそろ実践の時間ですよ。味が濃いですね。もうふっくん喜んでくださって。ああもうよかった。今日はもうね、もう本当に今回その一言で私の胸は幸せ。いやこれは肉食いね作る可能性ありますよ。鹿児島弁でね。ヤングにおんぶりだっこ。本日は中川ゴールデンラッキーに来ております。よろしくお願いします。あのちょっとよくわからなかったんですけど、はい、なんかおっしゃっておんぶにヤングに抱っこですか。おんぶでヤングで抱っこ。とにかくおんぶ。とにかくおんぶです。とにかくおんぶ。とにかくヤングさんにおんぶ。もう一つおっしゃってる意味がよくわからない。わかんないですか。はい、で広しおんぶだったっけな。いや解明しちゃいました。ヤングさんといえば、まあ、僕たちからしたら大先輩じゃないですか。そうですね、歴だけはまあ長いですよ。大先輩なんで、はいはい、まあ、僕たち比べたらまあ天と地との。そうですね、まあお前らみたいなもんはやっぱりまああのただのポットでですから。ポットでなんでいつ消えるか分かんないじゃないですか。そうですね、いつお前らみたいなもんは、いつ消えるか分からない。消えたくないから。はあ、ヤングさん生き残りたい。そう、生き残りたい。残るための秘訣をね。そう、今回は大先輩のヤングに2人をプロデュースしてもらいながら実践してもらうぞ。はい、いろんな経験値いっぱいあるじゃないですか。いろんな経験ありますよ。いろんな経験、うん、ボディタッチがすごいな。これな、触れてない。ギリギリの、ギリギリの、まあ、台本にねヤングを揉むって書いてある。ヤングの方を揉むって書いてある。一生懸命あのそうそう揉もうとしてる。そうそう、どこを揉もうかすごい悩んでる。そう、俺だからそれに備えて今日パンツ履いてきてる。さっき言われてました ね、準備は万端でございます。こちら側の受け入れ体制が、ね、布ですよね。布です。布一枚今日、ね、何としても揉めないです。そうですか。揉めない。僕の方は一向に構わないですけど。それも生き残り戦略の一つですよ。嘘でしょ。本当に。だからパチンコのテレビに出始めて早18年、はい、ね、秘訣を教えますよ。お願いします。こうやったらええよみたいなね。じゃあヤングさん、うん、そこのとこちょっと今日DJよろしくお願いします。よし、任しとけ。はい、はい、お願いします。行ってまいります。早速実践の方行きましょう。今回お邪魔しているホールは中川ゴールデンラッキー。パチンコ360台、パチスロ180台で地元のお客さんに愛されるアットホームなお店だぞ。さあやってまいりました。はい、あのね、はい、やっぱパチンコライターたるもの、そうです、台をより好みしてはダメですよ。今店内このような大混雑、お客さんいっぱいいるから、うん、何でも打ってやっぱりね、対応できなければダメですから。なるほど。まあ、勝てる今回ね。ああ勝てるものが、いやあのね言っときますけど、はい、勝てるとは限らないですから。そうなんですか。勝てるから生き残る、勝ち方が分かってたら僕はねこんな仕事今すぐやめてる。何がいいの。ダメ。まあ、いやさすがに新台ね、ちょっと前に入ったばかりの人気台はラックとか空いてるといいんだけどな。じゃあ空いとる、これにしよう。海ブラック。あ、ということで実践機種は CR 大海物語4ブラックに決定。さあどんなプロデュースが2人を待っているのか。やっぱりね、はい、基本中の基本でございます、はい、海を打っていきますから、はい、ね、海を制すものはパチンコを制すと言われてますから。なるほど、ボクシングの世界みたい、ね、お願いしますよ。 OK です。でこれはね確率が199のやつです。大海シリーズの、ミドルの ST キー、はい、ね、大海物語の一番の売りといったら何ですか、めいちゃん。パールフラッシュ。パールフラッシュではございません。ビッグバイブ。ビッグバイブでございます。イエーイ、ね、そう、めいちゃんはビッグバイブ好きですか。はい、大好きです。あ、もうそういうの大事ですよ。ちょっと待って、なんかめいはビッグバイブが大好きですみたいな。いや、これも立派な生き残り戦術。これ、生き残り、いや、生き残り戦術。え、関係あります。思わせバイブだよ。ちょっと、ビッグバイブ好きなの。待って、そうなります。そんな、いや、なるんです。なる。だいたいパチンコ打ってるやつはだいたい9割方アホですから。アホです。本当は別ですよ。はいはい、まあ、そういうやっぱ幻想を売りにしていくところは大事です。今、だって俺ですらワンチャンいけるんじゃないか。そうでしょ。なビッグバイブ好きってだけ。ふむふむ、幻想を売りにするのか。
確かにうまくやれば幻想も大きな武器になるよね。あの見た目、おい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 スタービッグバイブなしで、ビッグバイブいきなりやりました、やりました。おい天才がおるぞ、天才。いきなりパールフラッシュ、はい、なんと開始12回転でヤドゥが大当たりをゲット。残念ながら通常大当たりだったけど、ここは引き戻しに期待しよう。これちょっと真面目な話ですけど、はい、打ってる我々の姿を見てパチンコ打ちに行きたくなるかどうかですから。そこですね、見た人が。確かに、いや今日だったら大海物語フォークブラックを打ちたいなと思わせたら勝ちってことです。そうです、そうです。さあもう早くもラスト30、まあ、多分ヤドゥは駆け抜けますねそうですね、駆け抜けるのだけは得意なんで。なるほどな。大体どこ行っても愚痴しかねえなお前って言われる。あ、はい、それ生き残れます？いや現に今のところはね生きてるから。今のところやっぱね、文句が多い人よりはやっぱり感謝が多い人の方が。あ、やっぱそうなんですか。感謝が足りないのか、ヤドゥの時短はここで終了。ヤドゥ、次当たった時はちゃんと感謝するように。でも今回大海ブラックの魅力ってやっぱこの骸骨船長とかじゃないですか。ああそうね、まあ1回からそっか6時間1回僕打ったことあるんですよ、生放送で。1回も出なかったです。全然6時間打って。すると先ほど時短を抜けたばかりのヤドゥに、さあボタン、お、チャンスチャンス、あー連打じゃなかったけどないか。あ、特格じゃん。来たよ、来た、骸骨船長来た、骸骨船長、来た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 骸骨船長、ほら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 、おわあららら、初めて。だからやっぱ熱かったんだね。いや今連打じゃなかったんでチャンスだとは思ったんですけど、ね、行ったそばから骸骨船長クラッシュで大当たり。7つ柄での大当たりなのでもちろん ST にも突入するぞ。そして今回のこれただ連チャンが、あそうですね、連チャンですからやっぱり。こっからだ、こっからだ、はい、ね、ブラックパールゾーンはもうリーチになれば大チャンスですから。リーチさえくれば黒真珠がテカテカに光ってますから。 そうです。そのペカペカの中に文字とか出るとさらにね、そう大チャンスなんで。そうそう、チャンス。さあウミガメ文字はなし。あ、来た、ポポポ、 OK。 お、そして私が、あビッグバイブもない、はい、で見事やりましたね。はい、素晴らしい。しかもスーパーチャンスです。新締めからの、さあこの後スーパーチャンス略してそれもスンスですからはい、はい、次7ラウンド、あ、はい、7だね、はい、ここは危なげなく連チャンをゲット。するとここまで何の動きもないメイに対して、大丈夫メイちゃん、擦れてきてない、なんか顔も擦ってるから。あ顔してますね。リーチもこらいい武器持ってますねあのリーチ外れたと激アツ外れたとその顔すると結構いいと思う。武器ができた、武器が。するとここでメイに、おー待って、ビッグバイブ、ビッグバイブ来た、大好きなやつ、バイブ来た。次がしかもダブル、ポッポッポから魚群じゃないこれ、魚群出てきた、魚群出た、大好きなビッグバイブ魚群出てきた、魚群大好きなビッグバイブ強調、呼ばれて、ね、呼ばれて、いやいや好きだけど、好きだけど、 あーサメちゃんか、サメ、あれ、え、いやいや、いやいや、え、やっぱやらかした、外したの、やらかした、やら199でビッグ、あ、で、やみさん、やみさん、おお、やばいやばいやばいやべえやつ、やばいやばいやつがやべえやつ、これあれ知らない人だったら多分大動すると思います。絶対他人のふりしよう。渾身のハズレ顔を披露するのはいいけど、さすがにビッグバイブは当てて欲しかったね。はあ、300回転か。全然っすね。ヤングもハマっている様子。すると
2回目のビッグバイブ19191919出る、あ、目が燃えとる、出るか、変顔変顔変顔出るのちゃう、これ止まれ止まれ止まれ、頼むよ、ほんと、いや当たったわ、これは、もう命を落とそう、今当たった顔もう炸裂てますけど、ウィーゲゲットーみたいな、ウィーゲゲットーみたいな、さっきよりブサイクだったけど、顔はともかく見事大当たりをゲット。これで当たってないのはヤングだけ。大先輩の威厳が、これはチャンスです。熱い、来る、三日月、三日月来る、連打か、連打だとちょっと弱いんだよな、でもいける、行かなかったんでしょ、ある、ほら来た、イエス、おお、どんだよ、マジや、ドゥーさん、だんだん不愉快になってきた。先輩に対して遠慮っていうのも生き残りって言ってたら大事なことやと。いや、分かる、分かるでも、ね、やっぱ今日今日初じゃないですか、うんうん、覚えてもらいたくて、うん、印象に残るじゃないですか、うん、あいつ気使わなかったやつだなって、うんうんうん、まだ俺その方がいいと思うんですよ。俺は気使う後輩の方が好き。すみません、これはお当たりやめていいですか。すみません、スタッフーやどぅ、火に油注いでるんじゃないよ。いや、単発なのはヤングさんのためですよ。あ、なるほど。そう、ヤングさんのために残しといてくれたのかな。そうです、そうです、もちろんですよ。間に合うとええな。ヤドゥも空気を読んだのか、ここは時短駆け抜けで終了。さあ、問題なのはこの大先輩だけなんだけど、何一つ起きない。そういう時ヤングさん何を考えてらっしゃるんですか。当たらんな。シンプル、リアルな、リアルな気持ち、リアルなやつ。ハマりにはまる大先輩ヤング、このままではプロデュースどころではないぞ。ハマるヤングを尻目に、ここでヤドゥが再び、あー、どういうことだよ。このままヤングは当たらず終わってしまうのか。そろそろ実践時間もなくなってきたぞ。ドゥーン、うほー、来た、ビッグバイブ、来た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 、857か、わーった、バザー、初やけど、やった、やりました、やりました、スタッフ含めて大喜びです、ええ、これだけハマったからには連チャンさせたいところ。時短での引き戻しはあるのか。やりました、800、おい、お、俺、違った、違う、後ろ、後ろ、どっち、後ろ、後ろ、びっくりした、びっくりした、紛らわしいわな。俺のも、俺のもあるかと思って、完全に当たったと思ったやんな、今な、二人ともええ、ええみたいな。おお、ふざけんなよ。ヤングさん、ラスト、ラスト、ああ、ラスト、ヤングの時短は駆け抜けで終了。で、空気を読まないこの男はというと、ST での引き戻しも含めて順調そのもの。この後はヤングからプロデュースの総括だ。実践終了。お疲れ様でした。プロデュース、プロデュースの回でしたっけ。プロデュースの回の回でしたっけ。だったはずなんですが、終わってみれば、はい、今年一番のどんより感。間違いないですね。天気もなんかどんよりしてますもんね。何やった、これは。残念な結果ですけど、でも当たったから良かったですよね。ええ、当たりました。最終的にはほら、まあ、当たりました、当たりました。ビッグバイクも出たし、7ラウンドね、鼻クソみたいな当たりが当たりましたよ。ねえ、ええ、いやいや、でもね、まあ振り返ってみるに、はいはい、まああのね、敗因とかあると思うんですよ、やっぱり。負けたら負けたなりのね、はい、僕なりね、いろいろ考えたんですよ、はいはい、今日の敗因、はい、何やったんやろう。いろいろ考えた結果、はい、多分ね、メンバーの中にね、とてつもない下げマンがいますね。やっぱりほら、あのね、負けた時にやっぱ誰かのせいにする、ね、これもやっぱり生き残りのテクの一つですから。そうですね、やっぱ俺は悪くない、俺は悪くなかったっていう。ずるい、それはずるい。私がもし下げマンだったら、ヤドゥさんと当たってないはずじゃないですか。あ、だから私のせいじゃない。
一人当てたヤドゥーさんのせいじゃないですか。ヤドゥーさんいっぱい当たったから、そうそうそう、それを私たちの引きを全部ヤドゥーさんに取られた。お下げ陣だったみたいですね。え、相性、ちょっと待ってくれ、待って、 NG 出るぞ、 NG ヤドゥー NG って言われるぞ、ヤングさんに。やっぱ俺デリカスさんの方がいいのかな。負けだ、デリカスさん相性か。また次回ちょっとリベンジしましょう。あ、ぜひ。そうそうそう、わかんないじゃないですか。次回ね。わかりました。じゃあ次回は、ぜひともやっぱね、かおりちゃんとデリカツさんでやっぱ お願いします。ちょっと待って。私たちでリベンジでしょ。そうですか。もう金輪際お会いしなくても良くないですか。ダメダメダメよ。やります、じゃあこのメンバー。このメンバーでお願いします。まあこういう形になりましたので、はい、ぜひ次回楽しみにしていただければと思います。はい、皆さんおやすみなさい。失礼します。おまけも見てね。一刻も早く高田の馬場に帰りたいと思います。完全な萌えもん風呂です。ほらすごいです、はい、ほらここで首だけ出してこれ閉まるんですよ。ほらこれはほら下が熱いから、膝が